皆さんこんにちは。大分の高っち親方です。さあ、以前お知らせした通りですね、先日の大分学府検定、私、おかげさまで1位をいただきました。そしてですね、合わせて辻野勲記念賞という賞もいただきました。これはですね、大分のことをですね、大分県民をもっと知ってほしいということで、県内各地のですね、3カ所のですね、体験もののですね、賞なんですけども、今年は新型コロナウイルスの関係で、その各そのいつもお世話になっている3カ所から、それぞれ贈り物ということで、体験ではなくこう、美味しいような、お土産系をですね、いただくということになりました。これ随時ですね、届くようなんですけれども、ということで前回は、湯布院ですね、湯布院玉の湯さんから、詰め合わせセットをいただきました。で、今回は今度海の幸です。県南ですね、佐伯市蒲江からですね、丸見水産さんから なんとじゃん、立派なですね、また商品をいただきました。本当にありがとうございます。これをですね、お礼代わりに、お礼とそして、商品の紹介をさせていただきますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは開封の儀を行います。さあ、運命の玉手箱、ジェラン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 、シャン。お、こちら、丸に水産さんですね。このウニがね、ウニ割りの体験もできるんですけども、さあ、この中に入っているのは、お、東九州伊勢海老街道ですね。そして中身はチャラン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 、もしや、お、もしかして、わお、伊勢海老が行こうから、なんとですね、伊勢海老3匹もいただきました。ちょうど3人家族で嬉しい限りでございます。本当にありがとうございます。ですね、丸に水産さんから実際にお電話いただきまして、何がいい、牡蠣とか大丈夫とか言って聞いて、はい、牡蠣大好きですって話だったんですけども、まさかね、こう伊勢海老こんな贅沢にいただけるとは。本当にありがとうございます。ということで、丸に水産さん、このね、立派な海の幸、ありがとうございます。私がその山の人間ですから、もうこの海の幸っていうのはものすごく憧れるんですよ。もう豪華商品本当にありがとうございます。丸に水産さんはですね、もう漁船も持っててですね、実際もう近くの海から新鮮な海産物をですね、取ってきます。で、それを加工したり、そして食事どころもございます。そしてウニ割り体験などですね、また海産物の体験もできるということで、非常に面白い、会社さんでございます。大分学研究会も、非常にお世話になっている、会社さんでございまして、私が知る限り多分2回ほどですね、魅力体験ツアーでお邪魔になっていると思います。ちょっと私は行けなかったんですけれども、例えば、最近ですと2020年の10月も確か、丸に水産さんにお世話になっているはずです。その時ですね、伊勢海老街道というのを行ってまして、このね、ちょうど伊勢海老をなんか、一人2匹ぐらい出たという噂も伺っております。本当にありがとうございます。で、またこちらの丸に水産さんの橋本さんの講話もですね、2017年の9月に、大分学研究会の座学の方で、例会でですね、お話聞きました。大変申し訳ないんですけども、当時の記録がほとんど残ってなくて、あまりこうどういう学びをしたかっていうのを、定かでないんですけども、確か例えば釜井には7つの裏があって、リアス式海岸っていうのもありますけども、それぞれ特色があって、だからちょっとね、自然環境の違いもあって美味しい海産物も取れるとかですね、あとバイウェイですね、寄り道をするっていう、これは別の都市のですね、佐伯津海漁港でも習ったんですけれども、こうあえて寄り道してこうゆっくりですね、半島回って、で海の幸をこうね、楽しんでいただきたいという計画もあって、本当に最近はですね、各地でこの美味しい魚介類といいますか、海の幸がたくさんございます。また今度もですね、また合わせて今回の大分学検定でいただきました佐伯寿司街道の1万円の券もいただいてですね、また家族で佐伯の美味しいお寿司、
ね、お魚を食べ、ね、いただきたいと思います。まあ、毎年この時期だと最近の魚が少なくなって申し訳ございません食べ過ぎますからとか、まあ、そんな感じでですね、本当に海の幸がありがたいものでございました。丸二水産様、本当にありがとうございました。ということでですね、今回は商品のご紹介パート2でございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。まもなく700名登録いただいて、ね、達成いたします。本当にありがとうございます。まあ、あとはですね、私自身まずは最低1000人は行きたいなと、そしてですね、その後、まあ、5000人1万人と増えていって、一人でも多くの方にこの大分の魅力をですね、動画にて、紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆様応援よろしくお願いいたします。それではまた。